えー、こんにちは。今日はね Twitter のー投稿にコメントを頂きましてそちらの方から回答したいと思いますあの分不相応なお金を持つともしくはお金を稼ぎすぎると人は不幸になるだから自分の身の丈に合った収入でいいんじゃないですかってことらしいですねまあ大数字ではそうですねうんでもどうなんでしょうか自分の分相応不相応って正確に見抜けるもんなんでしょうかねでもう一個言うとね 例えば自分の分不相応な収入がある資産があるとなんで不幸になるのかなってことなんですよというのが自分がね毎月30万とか40万ぐらいあればもう十分だよって思ったところで月収100万とか200万稼げちゃったらどうするか何で困るのかということなんですよいや私はねお金が余って困るってことはないと思うんですよどうしても困るんだったらお金が足りなくって困ってる人にあげれば済むことなんですよそうすると自分の所得っていうのは調整できますし 目の前でお金ををあげるここととによって人を救うこともでできるわけなんですよね。もちろんお金をあげることが解決じゃないよっていう言葉もあると思いますけども当面お金があればなんとかなるっていう人は救えるじゃないですかそれに対してなんかねおかしな倫理観とかそれからお返しを求めたりするからおかしくなると思うんですよだからあげて終わりみたいなねあげたい人があげてもらいたい人がもらって両方とも良かったねでいいのかなと思うんですよ、まあ、つまり分不層なお金があっても私は全然不幸にならないしむしろ お金がなくて困ってる人もお役に立てるんじゃないかなと思うんでどんどん分不相応なお金を稼いでいただいて持っていただいて自分はどうしても使い切れないなと思ったらシンプルにあげれば済むことだと思いますんでねそれは欲しがってる人とか募金を求めてる人とかいくらでもいますしねそれから市区町村とか地方公共団体なんていうのはいくらお金を寄付されても困らないぐらい財政なんですからどんどんあげればいいんじゃないですかねそれこそこういったふるさと納税とかありますけども ふるさと募金みたいなね <laughs> お金を直接あげちゃったみたいなこともあると思うんですよ昔ね橋本府知事橋本徹さんが市長か府知事だった時になんか民間の名もなき女性が1億円寄付したいです使ってくださいっていうのがあったらしいですねだからお金が余ってどうしようもなくて困るんだったら別に銀行口座見なければいいしどうしても銀行口座見て困った困った,困っ,たっていう分そうだと思うんだったらシンプルにあげればお金なくなって分相応になるんじゃないかなと思います